はい、皆さんこんにちは、こんばんは。お疲れ様でございます。本日はですね、2月24日土曜日でございます。ようやくね、今お仕事が終わりまして、今から帰るところでございますけれどもね、今日は寒いですよね。昨日の朝がですね、車の中の気温が 5.0 度、今朝がいくつだっけな、 4.1 度だったかな、確か 0.9 度違ったんですよ。いやー、寒いわけですよね。それでね、今日日中天気良かったんですけれど、お昼過ぎからね、だんだんと雲が増えてきまして、今ね、ちょうど丹沢の山が見えましたけど、もう思いっきり雨雲に覆われているというね、そんな状態になってますので、明日から間違いなくこれ天気崩れるんだろうなっていうのがね、もうこの状態でよくよくわかるような、そんな状況になっておりますね。はい。いやー、それにしてもね、本当に困ったもんです、この寒さにはね。それでね、今日は何のお話かと言いますと、この2、3日ぐらいの間ですかね、マストドンの方でもね、ちょっとね、ちょこちょこ書いていたんですけれども、私ね、動画のサブスクで、D アニメストアのニコニコ支店というところをね、契約してるんですね。1ヶ月550円かかるんですけれども、年明けてますからね、そう。去年のね、2月だか3月だかにね、値上げしたんですよ。前はね、確かね、440円だったのかな？なんかそのぐらいだったんですよ。それがね、確か100円上がったんだと思うんですけれども、そう。で、上がったという、そんな状況になりまして、それでもね、普通に、契約して使い続けてきたっていうね、そんな状況なんですけれども、ね、前にね、うるさいね、ガキンチョがいるんですよ。ナンバーつけてないですね。で、日本人じゃないですね。外国人ですね、後ろに乗ってるのはね。どうしようもないね、本当にね。それでね、何のお話でしたっけ？そう、サブスクも契約してるんですけれどね。ここがですね、実は私、YTDLP っていうね、フリーソフトがありまして、このフリーソフト、何のソフトなのかと言いますと、ダウンロードをすることができる。動画をね、ダウンロードすることができるフリーソフトなんですね。でね、これがね、すごく便利なんですよ。というのが、このニコニコ動画のこのサブスクなんですけれども、D アニメストアのニコニコ支店ですね。ここがですね、時間帯によってですね、要は綺麗な状態の画質で見れないんですね。最高画質で、動画を見ることができるのは混雑してない時間帯。例えば午前中だとかね。そういうね、誰もあんまりね、見ていないような時間帯だと最高画質で見れるんですけど、例えば夜の7時、8時とか、そのぐらいの時間帯とかはね、もう混雑する時間帯なので、ダメなんですよ。フル HD とかでね、見れないんですね。で、サブスクに入っていれば、じゃあ別の時間帯見ればいいじゃないかって話になるんですけど、サブスクのそもそもの利点っていうのは、いつでもね、何回見ても料金変わらないよっていうところが、サブスクのメリットじゃないですか。なんですけど、ね、画質が変わってしまって、で、特に私は自宅ではね、5K のモニターの iMac を使ってるので、フル画面表示するとね、すごく汚くなるんですよ。720p とかの画質になるとね。で、もっとひどいと 480p とかになって、もう勘弁してくれよっていうぐらい画質が悪くなるんですね。ですので、できる限り、最低でもフル HD で見たい。もちろんニコニコ動画はね、フル HD までなんですけれども。でね、じゃあいつでもフル HD で見れるようにするにはどうしたらいいかって言ったらね、もうバックアップ取るしかないわけですよ。ダウンロードしてね。で、そんなわけで YTDLP っていうソフトを使ってきたわけなんですけれども、私個人的には2月の22日の午前0時から、ダメになったんですけれども、この YTDLP 使ってもね、ダウンロードができなくなってしまったんですね。
マジかと思ってね。で、いろいろ調べたら、5チャンネルの掲示板で書いてあったのが、どうもニコニコ動画がサーバーを移行したらしいと。で、AWS、いわゆる Amazon のね、サーバーにどうも変えたらしいと。で、128ビットのセキュリティがかかってるらしいと。なので、もう今まで通りの、その汎用型のね、まあ要は YT、DLT みたいな、DLP か、みたいなソフトを使ってダウンロードするのはもう無理なんじゃないかというような投稿が書いてありまして、で、この YT-DLP っていうソフトはね、海外の人が作ってるソフトなんですね。でね、散々ね、このスターリンクの回線の時に、ね、Dアニメストアが見れないっていうのでね、散々やっていたように、要は海外の人が仮に対応させようと思っても、デバッグができないわけですよ。そもそも、Dアニメストアの動画が海外の人は見れませんから、だから対応できてるかどうかの確認作業ができないんですよね。なので、まあ単純な話、ニコニコ動画に対応させるようなソフトウェアのアップデートはおそらくしないだろうというのがね、もう大方推測がつきますので、これはもうね、ニコニコ動画を使ってのバックアップっていうのはもう諦めなきゃいけないなっていう風になっちゃったんですね。じゃあ何がいいのっていう話になってですね、この YTDLP 使ってのダウンロードっていうのはですね、実は ABEMATV はできるんですよ。できるんですけど、なぜか自宅の iMac ではできなくて、会社に置いてある自前の MacBook Pro、これね、M1 チップなんですよ。Apple Silicon のチップを搭載してるんですけど、こっちの方はね、なぜかできるんですね。で、まあそれをやるしかないだろうってことになりまして、ね、Dアニメストア、ニコニコ支店の方はね、もう契約をね、解約しちゃいました。なので、まあ、毎月550円のね、出費がなくなるという意味ではね、まあ、良かったかなと思ってるんですけれども、その代わりね、昔の動画を見たいって言っても、もう見ることができないわけですよ。ここがね、非常に残念なところなんですけどね、まあ、もう仕方ないなと。で、まあ、ABEMATV、じゃあ今までだってできたのになんでわざわざニコ動を契約したのって話になるんですけど、ABEMATV には、欠点があるんですね。というのが、まず公開されてから1週間しか動画を視聴することができないんですよ。これあくまで無料プランの場合の話ですね。無料プランの場合は公開されてから1週間以内でしか動画を視聴することができないので、だからね、本当にね、忙しくてダウンロードするの忘れたってなるともうダウンロードできなくなっちゃうんですね。そこをまず注意しなきゃいけない点。それからですね、Dアニメストアの場合は基本的にほとんどフル HD なんですよ。たまにね、720p とかいうのもありましたけど、だいたいフル HD なんですね。なんですけど、このABEMATV はね、結構な割合で 720p が混ざってんですよ。半々までいかないけど、半々に近いぐらいの割合でしょうかね。ですので、先ほどもね、お話ししましたように、私がね、自宅で見るときは、5K のモニターの iMac で見ますので、5K のモニターでフル画面サイズでね、表示させようとすると、720p だとね、かなり荒くなるんですよ。ね。だから、ちょっとね、困ったなっていうのがあるんですね。で、実際ね、もう昨日、今日と、まあ、もうね、最新の放送の話なんかもね、全部ダウンロードしてるんですけれども、やっぱりね、720p がね、そこそこ混ざっていて、これもしかしたら、祝日と土曜日だから 720p なのかなとも思いたいんですけれど、まあ、朝方ね、午前中にやってますから、だからまあ、多分違うだろうなと。困ったなと思って。でね、じゃあ、有料プラン契約したらいくらなのっていう話なんですけれども、調べたらね、960円なんですよ。1ヶ月ね。だから、この、まあ、Dアニメストアと比べたらね、410円増えるだけなんですけれども、ね、でも550円と960円だと、やっぱりちょっとね、ちょっとやっぱり倍までいかないんだけれども、まあ、倍に近い金額じゃないですか。ね。で、まあ、ABEMATV だとね、
あの、アニメ以外のものも見れるんですけれども、映画とかね、他のね、実写の映画とかも見れるんですけれども、基本的にそこまで見ないしなっていうね、というのがあって、どうしようかな。で、まあ今私が考えているものは、一週間、公開されてから一週間までしか見ることができませんから、まあ単純な話、バックアップ取るのもね、一週間しか期間がないわけですね。ですので、まあ万が一、うっかりしてしまった時には、まあ契約をやむを得ずして、で、まあその月だけね、一ヶ月だけね、有料プランで入るのもありかなとも思いつつですね、どうしようかなと思ってるんですが、そしたらね、今日ね、チラッと見たらね、今ね、北斗の拳が見れるんですよ。あの、テレビアニメの北斗の拳ですね。あの、一番最初の北斗の拳の話ですね。はぁ、これ見れるんだったら、有料契約しちゃって、とりあえず、あれ40何話だか、結構あるんですよね。だからそれを全部ダウンロードしちゃうのもありかなとかもね、ちょっと思っていたりするんですが、ただね、残念ながら自宅ではできませんので、仕事中にその40何話全部ダウンロードするって、これ結構きついよねっていうね、部分もありますから、ちょっとね、これどうしようかなと思ってね、まあね、火曜日水曜日の休みの時に自宅に持ち帰って自宅でねやってもいいんですけどね、あの MacBook Pro をね持って帰ってきてね、それでもいいんですけれども、だからそれで1ヶ月だけ契約しようかなと思いつつ、でもね960円でしょ、でアトモフウィンドウのサブスク入ってまして私ね、でこれが1ヶ月980円なんですよ。で、あと、YU モバイルっていうね、あの、モバイルルーターに使っていた SIM カードなんですけれども、これがね、800円なんですよ、1ヶ月。で、今ね、今っていうか、昨日か。昨日ね、この USB ドングル型のモバイルルーターに入れていたものを、容量がね、60.3GB 残ってたので、これ使わないとさすがにやばいだろうと思ってね。それで、いつも使ってるアンドロイドのスマホですね。シャオミのレドミノート11。これにね、SIM カードを入れて、で、今、そっちでね、昨日の夜から使い始めたっていう感じなんですけど、まあ、自宅にいる場合はね、基本的に使う必要ないですから、まあ、外に出た時だけモバイルデータをオンにしてね、やればいいのかなと思って使い始めたんですけれども、ちなみにちょっと話脱線しますけど、YU モバイルはですね、100GB まで、繰り越しでね、ずっと貯めてくれるんですね。で、有効期限っていうのがないので、100GB 貯まるまではずっと貯まり続けるんですよ。で、まあ、100GB 使えるという状態になってまして、まあ、60.3GB あって、またこれがね、3月1日になると、1ヶ月 5GB 増えますから、とまた 5GB 増えちゃうので、今の私のペースでいくとね、5GB なんか絶対使い切れないんですよ、月に。なんでかっていうと、ね、通勤は車でしょ？だから車だから、当然ね、使わないじゃないですか、データ通信なんてね、運転してるわけですから。で、仕事中はね、会社にいるから、会社のね、Wi-Fi 繋げてますから、まあ特別必要ないし、そもそもパソコンでね、全部やっちゃうから関係ないしって。で、営業先で外に出てる時はね、そんなスマホなんかいじってネットやってるような余裕ないですから、で、移動は車でしょ？そうするとね、現地行ってなんかやって終わって車乗ったらもう使えない。で、会社に着いたらもう会社でパソコン使うから関係ないみたいな感じになるので、実はね、モバイルルーターを使うほど、まあないわけですよ、要件が。なので、私のメインで使ってる iPhone ですね。これドコモで契約してるんですけど、これのね、パケットはね、1ギガにしてるんですよ。それでもね、1ギガを使い切れないっていうね。そのぐらいね、全然使わないわけですよ。まあ、モバイルルーター持ってるから余計使わないっていうのもあるんですけどね。まあそんなことがあってですね。まあそういうふうに切り替えましたっていう、ちょっと脱線しちゃいましたけどね。で、サブスクそれ以外に入ってる、まあサブスクとは言えないか、それね。それ以外で入ってるのは、まあ自宅で使ってるこの、ね、インターネットの回線ですよね。なんだっけ、スターリンク。これがね、1ヶ月6600円かかってますから。だからまあこの辺ですよね。いわゆる生活必需品ではない娯楽にかかってる費用っていうんでしょうかね。この辺をね、どうやって節約するかって言ったらね、まあ今550円なくなったんでよかったんですけれども、
ね、今980円と800円とそれから6600円ありますからね。まあこの980円のね、アトモフウィンドウ2のね、このサブスクもね、まあ意味ないだろうって言っちゃえばそれまでなんですけど、そうするとね、あの液晶テレビっていうんですかね、アトモフウィンドウ2を買ったことそのものが無駄になっちゃうので、ね、で、あれは転売しようにも多分できないと思うんですよ。あの、契約と結びついてますからね。だから契約を解約するイコールもう、モニターを処分するみたいなね。まあそんな方向性になってくると思いますから、ねえ、だからまああれ解約するのはまあないかなと思ってるんですけどね。まあ今そんな感じでおります。はい。なんとも言えない話になりましたけれども、まあ、当分ね、動画のサブスクは、アベマ TV の無料プランで行こうかなと思ってますが、もしかしたら北斗の拳の関係で、1ヶ月だけ、もしくはそのままね、4月以降はね、期待のね、アニメ、無色転生第2期第2クールが放送されるのと、それから転生したらスライムだった件の第3期がね、放送されますので、まあ、この辺はね、絶対何が何でも、バックアップ取っておきたいものですから、そうなってくると、もしかしたら、今月契約したとそのままその延長で4月も契約しちゃって、とりあえずこの4月のね、春アニメが終わるまでは契約しててなんて、そのままズーズルいっちゃうかもしれませんので、960円は意外といきますよね。年間で1万超えちゃうわけじゃないですかね。10ヶ月で9600円ですからね。だから1万超えてきちゃいますから、まあちょっとその辺どうしようかなっていうね、悩みどころではございます。はい。そんなわけで、もう自宅の駐車場でね、散々話してますので、この辺りで、本日のラジログは終了したいと思います。それではまた。